ニューバスケットボールゲーム。さあ、これ見たことある？見たことないっす。俺もないねん。しかもなんかすごく貴重なものっぽくないですか？あのさ、保存状態がまず良すぎるでしょ。はい、箱も綺麗。箱も綺麗だし。そしてなんとこれ何年発売ですか？78年発売。1978年。これ42年前。10万ぐらいすんじゃない？ね、多分相当高いと思いますこれ。ね、うん。タイプライター式のゲームらしいです。はい、で、タイプライターシステムってもう書いちゃってるんですけどここに。ここの、まあ、中にですね、うん、ボールがあって、例えばここ5番のボールがあるんですけども、うん、これを5を押すと動くと。なるほど。で純ちゃんから見たらこれ何番ですか、おじさま？俺7。俺そこ4です。そうですよね、はい、でこれでオフェンスディフェンスっていうことになります。なるほど。今純ちゃん4押したよね、はい、俺そこ3番です。で俺じゃあ8押すね、うん、8押すとこうなります。なるほど。これ7。俺429。うわやばっ。始まってないからね。っていうことですよね。そう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 、はい、そういうこと。はい、でもこれぐらいちょっと向きになるかもしれないので。そうですね。一応レトロなゲームですよと、うん、あとすごい貴重なものですよっていう頭に置いて、はい、白熱するのも一応ここまでにしときましょうっていうのも、はい、ちゃんと頭に入れつつ。でも僕はやっぱ勝負の世界になったら、うん、値段とか関係なしに俺プレスしていくんで、うん、最悪これがバーンってなっちゃったとしても俺それぐらいプレスかけます。いやさ、在存してるかどうかわかんないじゃん。それを加味して俺プレスかけます。この1試合に知らんがな全てかけます。でもね、あまりにもやっぱ大人2人でですから、子供が遊ぶゲームですからね。壊さないようにはしましょう。で大人2人が遊ぶのにやっぱ5分ぐらいが耐久時間だと思うんですよ。あんまりそうですね、長くやっても。で、さらに3点選手。あ、3点選手のした方が勝ちか、もしくは5分で点数多かった方が勝ち。そういうことにしましょうかね。さあというわけで早速やっていきたいと思います。42年前ってことはこの子ももう50歳ぐらいですよ。だってもう先輩だよ。そう、連絡待ってます。じゃあこれ徳本さんの P からだってお互いそこは5番でしょ、おじさんも。そうですね。最初のこれやりましょうよ、このジャンプボール。ジャンプボール、はいはい。よーい P。 あぶねえ、やばい。ここはダメだ、おじさんしかない。うわす、やべえね、やばい。おじさんが早い。そこおじさんだ。あそこ純ちゃんなんだ。あー、ゴール！マジか。よし。ほんまに入ったやん。今どっから入れたかわかんないですけど。7番ぐらいですね。さあ行きましょう。小暮君ナイスシュー。ピッ。油断したらすぐ入るね。やばいやばい、そこやばい。よしよし、ここから入れます。あよ、そこやばいね。ゴー。小暮君がいるんですよ。三井久志だな。よし、2-0ですね。俺めっちゃ負けてんねんけど。よし、俺こっからのホットライン気づいてるんで、もう指3本使うんで、ここからからの。やばい、そこやばい。よし、ちょっと待って、そこやばい。うわマジか。今のルカワでしたね。ルカワこうやりました。ルカワのレイアップシュート決まりましたね。やばいやばい、2対1ね。さあ行きましょう。ピー。あっぶね。渡してくれるんだ。花道がいる、うちの方に。リバウンドがルカワここは死んでもあ、やばい。ルカワおい見てるか、田岡監督おい田岡、お前が油断した。今小暮君、後半25分から来た小暮君が言ってますよ。あいつを一生懸命頑張ってたんだ3年間。しゃニューゲームバスケットボールゲーム大石1点加藤純一君3点ということで、3点選手加藤純一君の勝利。よっしゃー、めっちゃ白熱した。しかも意外と点入りましたね。そう入ったね、当初の予定より。なんかめっちゃ楽しかった。これ面白いわ。まあこれなかなか手に入らないのでね、稲垣さんに行くとこれあるらしいので、ぜひとも皆さん、ご体験ください。以上ニューバスケットボールゲームでした。